リシュリュー元帥第3代、リシュリュー公爵ルイ・フランソワ・アルマンド・ビニュロー・デュプレシは、フランスの貴族、軍人。内定自重長陸軍元帥として、ブルボン朝のフランス王ルイ14世、ルイ15世、ルイ16世の3代に仕えた。リシュリュー数奇教の大いにあたる、第2代、リシュリュー公アルマンジャンド・ビニュロー・デュプレシの子。 同時代のデギュイオン公爵エマニュエル・アールマンド・リシュリューは、老い。どちらも、元帥の称号を持つので紛らわしいが、歴史書では、より有名なこちらの人物を、リシュリュー元帥と、老いの方は、デギュイオン公爵と記す場合が多い。フランス復興世紀の首相を二度務めた第五代、リシュリュー・コーアルマン・エマニュエルは孫にあたる。1696年に、パリで誕生。 ルイ14世が名付け親となった。スペイン継承戦争の終盤にあたる1712年に、ビラール元帥の下で、ランドルシー開花恋戦に参戦したが、1711年に、バスティーユ溶剤に投獄されたこともあり、1716年に、決闘の罪で、1719年には、ルイ15世の摂政である、オルレアンコーフィリップ二世失脚を目論んだ。 メーヌ公妃ルイーズ・ベネディクト・ド・ブルボンとスペインの中仏大使、チェラマーレ公の陰謀に加担した罪で3度、投獄された。フィリップ2世の娘カルロッタ・アグラエ・エドルレアンスと恋愛騒動を起こしたことも投獄につながった。こうした身持ちの悪さにもかかわらず、ルイ15世からは内定自重長として徴用され、1725年から1729年の4年間は、 オーストリア駐在大使を務め、ウィーンに滞在した。また、ルイ15世にネール姉妹を圧戦した首謀者とみなされており、特に10枚のシャトールー公爵夫人との関係は、密接でしばしば手紙で宮廷への情報を交換し合っていた。ポーランド継承戦争、オーストリア継承戦争に参戦、1743年の デッティンゲンの戦いと1745年のフォントノアの戦いでフランス軍に従軍した一方、1744年のシャトール公爵夫人の死後類15世の公めかけとなったポンパドゥール夫人が勢力を振るうようになると、はじめは抵抗したが、後に抵抗の不利を悟って、標準の姿勢を示した。 7年戦争にも参戦して1756年にメノルカ島攻略を計画、指揮して、イギリスから脱出、翌1757年にドイツ戦線の司令官をデストレ公から引き継ぎ、イギリスの大陸領でもあるハノーファーを侵略して、イギリス軍を追い詰めたが、イギリス軍司令官のカンバーランド公、ウィリアム・オーガスタスとクローステル・セーベン協定を結び、撤退した。 戦後フランス政府から汚職と協定が寛大すぎると非難され、辞職、軍人としての評価は高くない。7年戦争のつたない式でしばらく政治活動ができなかったが、1764年のポンパデュール夫人の死後、後釜にデュバリー夫人を据えることに成功して復活した。しかし、希望していた。 大臣職の就任はかなわず名目上のラングドック総督にされて政治から遠ざけられ、1774年にルイ15世が死去、孫のルイ16世が即位すると、王妃マリー・アントワネットがデュ・バリー夫人とおいのデギュイオン公を嫌っていた影響で、宮廷にも活躍の場はなくなり、1788年に92歳の高齢で死去。 息子のルイ・アントワーヌ・ソフィーが爵位を継承した。リシュリューについて有名なのは様々な逸話、特に女性関係とルイ15世の愛称に関わる話である。彼は当代きっての宝刀寺と知られ、美人を見れば求め、また求められた。似た者同士の傘の場との交友もよく知られている。またアカデミーフランセーズの一員でボルテールと交流が深く、 ジャンジャックルソーとも知り合いで、愛人であったエミリー・デュ・シャトレとは、愛人関係の解消後も交際を続けた。一方、デュ・バリー夫人の宮廷入りで失脚した最小ショアズールからは、失脚に関与したと恨まれ、ルイ15世をそそのかし陰謀で成り上がった、凡庸な貴族とルイ15世ともども回想録で、非難されている。グーチ、P113。 P136P156P201P203 グーチ P317P325P369 グーチ P33P334 ありがとうございます